リンデンフェルスは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラセ軍に属し、オーデンバルトの真珠とも称えられるリンデンフェルスは、ヘッセン州南部のオーデンバルト内の森の豊かな産地に位置する。リンデンフェルスは、北は、モーダウタールと、フィッシュバッハタール、北東は、フレンキシクルムバッハ、東は、ライヒエルスハイム、南はフュールト、西は、ラウタータールと境を接する。 リンデンフェルス市は、オイルスバッハ、グラットバッハ、コルムバッハ、シュリーアバッハ、ジデンブーフ、ビンケル、ビンターカシュテンの市区からなる。リンデンフェルスの町並みリンデンフェルスは、1123年にドルシュ修道院の所領として、初めて文献に記録されている。これ以後、この町は600年間プファルツ選定工領に属す。1336年に、 皇帝ルートビヒ4世によって都市圏と市場開催権を与えられた。1802年、プファルツ戦帝国の廃止に伴い、リンデンフェルスはヘッセン大公領となり、1821年から1832年までラントラーツベルクリンデンフェルスの所在地、1852年から1874年まではリンデンフェルス軍の軍長所在地であった。 1945年の第二次世界大戦終結後、リンデンフェルスはアメリカ占領地域に属した。アメリカ軍西部はディスプレイスドパーソンズを収容するための DP キャンプを設けた。このキャンプは1948年11月に廃止された。リンデンフェルスは1969年にハイルクライマティシャークロアートの肩書きを与えられた。 リンデンフェルスの市議会は31議席からなる。ミヒャエル・ヘルビヒは2013年3月3日に市長に選出された。リンデンフェルスの重要な年中行事には以下のものがある。リンデンフェルス上ビスマルク等。ありがとうございます。